それではですね、見事に競技大会ベストサムライになりました。他のお名前発表してください。やべ、セトル君、おめでとうございます。おめでありがとうございます。ありがとうございます。やりましたね。ありがとうございます。京都大会の今年は選手として、はい、いつも運営チームに携わって京都 のバックヤードをサポートしていただいてるんですけども、はい、今回はプロジェクトメンバー分けで出走して、はい、見事優勝です。36時間という記録だったんですけども、はい、記録としては、ちょうど夜中の1時ですかね。そうですね、1時でしたね。最後は高橋選手と、はい、ラッセってワンオンワンという形になったんですかね。そうですね、はい。何時ぐらいから一騎打ちみたいな形になったんでした。ちょうど3ラップか4ラップを一緒にしたからですね、はい、はいはい、あ、そうですよね。赤松選手がと3人で31周目まで走っていて、はい、でそこで32周目から高橋さんとの一騎打ちになって、最後36周で終えたという感じだったんですけど、はい、3人になってからどんな展開だったんですか。そうですね、3人の赤松さんはもう言わずと知れたストロングスタイルを貫いてまして、はい、僕自身も去年はもうすごく初めて見たので、いつカメラのボーラーを下ろすんだっていうことを楽しみにしてたんですけども、はい、今回は一緒に走ってみて、若松さんは基本的にはもう一番後ろの方で走られるようなスタイルで、優勝したユース君、高橋さんはもう一番前を走っているような感じで、本当に、3者がそれぞれ走りが違う状態で進んでいるので、この3人が、ね、残っていることが、まあ、僕自身もこれがどうなるかっていう形で、まあ、ちょっとなんか3人の視点からワクワクしたような気持ちは良かったですね。うん、佐藤君はもう1周目から確か50分ぐらいで帰ってきて、そこから結構50分回しみたいなところがあって、はい、ほとんど50分で、そうですね、唯一40分台っていうのが最後の2周ぐらいかなってなったんですけど、はい、これはもう戦略的なところだったんですかね。実はですね、本当に、僕自身は自分の走りをしようと思っていて、もうほとんど変えない走りをしてたんです。で、まあ、次の日の朝まで一応想定したら、進んでたんだけど、ワンワンになったタイミングで、もう本当にいつものように高橋選手は最初バッと飛び出していくんですが、一瞬このスタートが、まあ、ためらったというか、ちょっとアクシデントとか、ちょっとこう足の具合が何かで、ね、スタートが遅れたタイミングで、もう体が本の時に初めて前に出て、気がついたら、その時に走り切ってた。まあ一つも、本当に家庭費とかしたこと、試してなかったんですけど、ワンオンになったタイプで、まあ最初、まあそういう経費みたいになったかなとは、感じましたね。この35周目で、この自然と体がこう動いた、時に、あ、なんかいつもだったら50、ね、何分で入ってくるものの47分で行って、高橋さんはそれでちょっと心を折れてるわけではない。まあ、実際それもあったのではないかなと思っていて、自分自身もちょっと眠さもあって、はい、いろんなバックヤードの時期でちょっとこうガツッとエネルギー入れて、どちらかというと僕は出力を抑えなくて走った方なんですけど、うん、ちょっと一回刺激も入れるのも含めて初めて前に来て、今までずっと高橋選手前にいたんですが、初めて前に来たタイプで、
まあ、逆の、まあ、ペースみたいな感じで、少し、まあ、何か本能的に、今思うと、そこが、まあ、ちょっとそういう原因みたいな感じになったのかなと思います。はい。今まで僕は、まあ、見たことないパターンですね。あ、本当ですか。はい。ずっと50分、53分を長くかかっても50、はい、うん、約55分マーチの35周年って40分だったんですパターンって、なんか新しいバックヤードの1ページかなんか生まれたような、ツンデレもいいところっていうか、ツンデレスタイル。なんかこう、お互い駆け引きではしたことなかったんですけど、やっぱり1対1になると、それなりにやっぱり相手をやっぱり意識するっていうことを含めて、なんか僕自身、本能的に、なんか一人になりたいっていう思い、なんか本能的に体が本当になんかこう、勝負どころっていう感じでは、結構走ってますね。はい、ああ、面白いですね。人間の、やっぱ究極行くと人間の本能がこう出てくるっていうか。まあなんか、結局次にスタートするときにまた50分に戻ったと思ってた。うんけど、うんうんうん、次にスタートしたときに高瀬とバックコン前にまた出たんですよ。で、まあこれはまた長い戦いになるなと思って、うんうん、僕自身はそこにはついていかず、また自分のペースを刻もうと思ってたんですが、やっぱり出たタイミングでちょうど立ちの前から正しくなったので、そこからまた僕はそこで多分やめられたっていう形にはなったと思うんですが、もう追い抜いていっちゃったら、その後のことは僕もちょっと、まだ人はできて、見る人はすちなみに50分ぐらい回して帰ってきた時ってこう、残りね、5分とか7分とかで、うん、寝たりとか食べたり、どんなルーティンだったんですか、その7分間。基本やっぱり長丁場になると思ってたんですけど、京都大会がレコードが42ラップかな、ベルさん。去年のベルさんが回されてたんで、運営で見ていてもやっぱりこの2日目ぐらいやっぱり足的にも結構高低差が一番あるコースもあるんで、やっぱりどちらかというと僕は途中からもう寝るっていうのは正直諦めて、スイマーに先に来ないんですよっていうサプリに切り替えましたね。はい。まあ、どちらかというと、そらく、最後、高橋さんも睡魔に結構してたんじゃないかなって、僕はその前ぐらい結構カフェに込んだり、ちょっとそこの部分もたまたまですって、かかったのかなって思います、ね。うん。呼吸は何を捉えたんですか？結構、基本的にリアルフード。八つ橋ばっか食べてる。八つ橋は、食べてない。京都だからやっぱ八つ橋なのかなと。違うんですか？八つ橋は、誰も持ってきてくれなかった。ただ、雨が、もう尋常じゃないぐらい降ったんで、はい、正直、そこで、誰かが落ちるかなと思ったら、ほとんど、みんな落ちずに、ちょうど午後のタイミングで24ラップを終えたぐらいな感じだったので、あそこが結構エグだった。一時上野さんも、はい、レース中断する可能性が出てきたので、みたいなことを、うん、本部の連絡簿があるんですけど、そこでやり取りして、その時のルールとか、やり取りして、まあ、中止にならなくて幸い良かったんですけど、うん、そのぐらいひどい雨が降ってたということだった。いや、もう道はなくほぼ川をなんか逆流して川を張っていってみたいな状態が3時間か4時間ぐらいずっと続きましたね。で、そんなバックヤードもサポートがいないとこうね、なかなか大変なところもあったんですけど、今回はどなたにサポートしていただいたんですか？サポートは、僕の知り合いの方をシフトで組んで、参考で一応サポートをやったっていう形ですね。
やー、いいですね。はい。最後、やっぱり一騎打ちになると、どういう気持ちでした？もう早く終わってほしいっていう気持ちは。いやー、僕自身も、まあなんかね、やっぱりいろんな、やっぱり運営もしていて、いろいろやっぱ2人になったら、本当に雰囲気が変わるっていうのを、僕自身、よく分かってたし、2人になってから長くなるっていうのも分かってたんで、まあどちらかというと、もう相手のことは、もう理由する。自分のことだけを考えて、相手を意識しちゃうと、まあ、それで、ね、気持ちが言われたりとか、そういう部分があると思ってたんですけど、本能的にめちゃくちゃ意識しましたね、最後。それはすごい自分でもびっくり。やっぱり残りたいとか、やっぱり勝ちたかったっていうのが、そういう、バッと前に出た、ちょっと、まあ、仕掛け、っていうのかは分かんないですけど、初めて35時間出て、初めてことをしましたね。はい。なんか、あんまりレースにサトル君は出るっていうことはイメージないんですけど、まあ、今回、バックヤードに出てみて、この新しいこうウルトラのスタイルっていうのを、まあ、実際やってみて、どうでした？自分に向いてるとか、楽しかったとか、ね、またやってみたい。私も実は、100マイルが最大の距離。まあ、そういったレースも100マイルのレースかイベントを自分で組んだことしかない100マイルだったので、まあ、実際、まあ、大幅に距離を、増やすこともできたので、まあ、向いてるかどうかは分からないですけど、まあ、なんか もっとみんなでこう走ってるのがすごい楽しいなと思って、まあ、ほっとした気持ちもありつつ、まだもうすぐってなると、それがどうなるかっていうのが。ね、はい、ちょっと今回出て、いや、僕がファイナルしたね、いやすごいですね。すごいですね、本当に。前から運動神経のもう塊と思ったのに、やっぱり発揮しましたね。すごいですね。いやじゃあ、まあ、実質これが100マイルになりましたよね。36時間の100。150マイルになりました。これ、過去に、100マイルの回数でいうと何回目になりますか？これ、通算。まあ、3回ぐらい。あ、4回かな。4回ぐらい前の。はい、サイレントで走ったんですかね。いや、まあ、ちょっとバックヤードってどうしても相手があっての、ね、記録になるんで。なんかまだいけそうな雰囲気あるし、またどっかのタイミングでバックヤードをやる機会があれば、ぜひぜひ、なんかどこまでパフォーマンス発揮するか、ちょっと見たくなりましたね。はい、でもなんかやっぱり京都大会は、その京都大会のなんか使い方があるんじゃないかなっていうのも、まあ、実際走ってみて、そのやっぱりよりフラットなところの言い方もそれなりも、やっぱり。戦略があるんじゃないかって、まあ、僕自身もいろいろことも整備したりとかっていう部分も踏まえて、まあ、いろんな持ち味がコースにあるので、ぜひなんか多分京都の方が合うっていう方もいるんじゃないかって、正直、はい、出ました。なんかこう出力、なんだろう、結構アップダウンがあるから下りでうまくなんか長く走り続けてるやり方があるんじゃないかなっていうのはちょっと感じましたね。いいですね。また来年も今度運営チームでまたラストサムライの方も運営の側でまた関わってもらうんですけど、この走る側も関わったことでより一層こうバックヤードが理解できるんで、はい、またサポートしてても楽しいし、選手の気持ちも分かるし、なんかいい経験になりましたね。はい、一番これが、なんだ出てる、まあ、どこかがおっしゃったように、まあ、運営側として、本当にアドバイスできるというか、なんか、同じ苦しみも、やっぱり共有できたんじゃないかなと、今回初めてしてみて、思いましたね。なので、本当に、一人、最後、自分が残ったんですけど、まあ、本当にこれはたまたま、自分自身が残っただけで、また、いろんな、にも
足を運んでもらったら嬉しかったと思います。いや、おめでとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。ゆっくり休んでください。ありがとうございます。まだ東京残ってるっていう情報は聞いてたので、まあ、こっちが気になる、はい、あと今何人残られてるんですか。そうですね、東京は今3名残ってて、1人女性ともみちゃんが残っていて、福島が今4名残っているというような状況でしたね。はい、うん、そうですね、楽しみですね。と、うん、引き続き、またこの、YouTube ライブ、トモズピットの YouTube ライブで見れますし、サトル君だけの優勝インタビューもアーカイブで、はい、そこだけ切り取って見れるようにしてますんで、またよかったら見てください。はい、では、気をつけて見てください。ありがとうございます。皆さん、引き続き、海江館を頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バイ。